こんにちは、書道家の大江誠芳です。今日は何しに来たかと言いますと、この前の動画で国葉さんと大人のためのペン字練習帳を作りますとお伝えしましたが、今回はそのノートを作ってくださるこちらの工場にお邪魔します。せっかくの機会なので、そのノートができる過程などを見学して皆さんに楽しんでいただければなと思っております。それでは早速工場の方をお待たせしていますので、中に入っていきたいと思います。今回ご案内いただきます石見紙工業の倉増さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこんな素敵なパネルまで作ってくださってありがとうございます。筆とこの水滴まで、ここからもう器用な方が働いてらっしゃるっていうのが。そうですね、事務所の方は器用な方が多いんで、本当にありがとうございます。知らないうちに。あ、そうなんですか、はい、作っていただいてました。ではこちらの石見紙工業さんはどういった工場か教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、山口県の山口市阿東というところにありまして、創業105年の国葉グループの工場になります。主に便箋、領収書、履歴書、原稿用紙、メモ帳ですね、手で剥がしてきれいに剥がれるようなノートを作ってます。こちらの工場ではどれぐらいの種類の製品が作られてるんですか。150種類ぐらいを、まあ、年間生産しております。ごちゃごちゃになりそうですね。そうですね、めったにない品番もありますんで。例えばじゃあその550種類のいろんな製品作られてると思うんですけど、特にこういった技術、はい、こういったノートに長けているなど特徴はありますか。はい、特には自動機を使っての大量生産であったり、手作業とか、まあ、小ロット多品種で生産することに長けてると思います。大きい機械でどんどん作るのもあれば、手作業でしっかり丁寧に作る作業もあれば。そうですね、まあ、数十冊から数千冊まで少ないロットであったりとか。あ、それ少ないんですね。はい多いってなるとどれぐらいのロット。10万とか20万冊とかっていう生産もあります。すごい大量ですね、はい、それがもう全国に回って。そうですね、はい、早速その工場の中をご案内お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、え、めっちゃ広いです。すごい。ですね、この縦が110メートルぐらいあります。おー、すごいです。はい、かけっこできそ う, どうぞ。お邪魔します。ありがとうございます。すごい広い。こちらの方がですね、奥の方から、はい、印刷、それから製本、包装という、並びになってます。包装したものがすぐ倉庫に出せるように、まあ、そういう配置に機械がなってます。あ、なるほど、はい、なんかこうインクの匂いですかね、この独特な匂いがしますね。そうですね、インクの匂いと紙の匂いが強いかなと思います。なるほど、はい、じゃあ奥の方。そうですね、印刷の方からちょっとご案内します。はい、よろしくお願いします。こちらは、今から印刷する巻き取りという、巻き取り、はいはい、紙の原端になります。すごい、これぐらい大きいです。ここで半分で切れてるんですね。はい、長さが1000メートルです。1000メートル、はい、1キロ。はい、おー、であそこに巻き取りの紙がセットされてるんですね。はい、そうですね、チェーンブロックといって、で釣って、印刷機にセットするもので、300キロから400キロぐらいはあると思います。あ、これ1個で300キロから400キロ。あ、そうですね、はい、あ、それは重たい。こちらの方が今ちょっとくるくる回ってますけど、はい、あの紙をカットしているところです。え、ここカットしてる。ここでカットしてます。はい、印刷されて、もうここでカットされて、またそっちに送られる。ここでノート1冊分の50枚に数えられてます。早い、はい、で今50枚に数えたものを、ここのグリッパーといいますけど、挟んで、お、はい、下に下ろして、
今度は表紙と長愛されています。ここで50枚に束ねられている。あ、なるほどなるほど。50枚になったら持ち上がって、はい、挟んで、わー今数えてます。はい、はい、50枚になりました。引っこ抜きます。これが今4冊分になってます。あらら、はい、あらららら、4冊分上、あ、そうか、1,2,3,4 ですね、はい、あ、なるほどなるほど、50枚に寵愛されたものがここで重ねられて、まあ、バイブレーションって言って振動で紙を揃えて空気を入れてさばいて、はい、やってます。ここは手作業でやるっていうのはやっぱ意味があるんですか？そうですね、あの人の手で空気を入れてやらないと綺麗に、あの、まあ、静電気であったり、まあ、紙のこうケバケバだったりで、あの綺麗に揃わないことがありますので、空気をこう入れて、印刷工程はここまでになります、はい、溜まったものを積み込んで、はい、次の工程へ移動します、うん、はい、こちらはどういう作業ですか？こちらがあの展示練習帳の、はい、製本工程になります。今実際にあのハケで糊を塗ったりする加工をやってますんで、はい、こちらの方をぜひお願いします。はい、こんにちは。ちょっと狭いですけど大丈夫？はい、お願いします。すいません、作業してるところに申し訳ない。あ、今見たことあるやつ出ました、はい、先ほど、はい、あの印刷のところでこういう状態まで、はい、はい、印刷します。1,2,3,4 ですね、はいはい、で印刷されたものをこちらで分割断裁といって、はい、糊が濡れる状態まで、はい、ここで断裁をします、はい、どうぞ。ありがとうございます。もうこれ見たことある様子ですね。そうですね、これはあの透け紙にはなるんですけど。あ、そうなんです、はい、あ、この下に糊が直接こう当たってはいけないので一番上に透け紙を、はい、置いてます、はい、こちらの方で綺麗に揃えて、はい、断裁していきます。ちょっといいですか？わー、綺麗、気持ちいい。おー、今15冊かける2列で3段分、はい、これを一気にあの背固めしていきます。次の工程ですね、はい、次の工程になります。先ほど映像で見せていただいた、はい、次の方が背固め工程といって、はい、今から糊をこう塗布していく工程になります。これ手作業なんですね。そうなんです、はい、あ、上からプレスをして、はいはい、糊が中に入り込まないように。すごい。これ糊は何ですか？はい、そうですね、まあ、はい、なんで、はい、まあ、均等に3回に分けて糊を塗布していきます。しっかり塗っていらっしゃいますね。気持ちいい作業。ここから次の工程がちょっと特殊なんで、あのカットです。これは企業秘密です。はい、はいはい、これどれぐらい大体皆さん修行されますか？この工程は中島さん10年ぐらいですか？10年、はい、10年ぐらい、はい、
一人前になるにはどれぐらい？10年ぐらいですか。10年かかりますよね。はい、タコを飛ばさないと、髪が、ね、浸透してくれない。今もうスムーズな作業ですけど、もう無駄がないっていうか。素晴らしい。一応手順を決めて、はい、まあ、糊が深く入らないように、剥がした時に綺麗に剥がれるように。本当に剥がすときにストレスがないんですよね。だから本当にその技術がここに詰まってるんだなって思います。 1,2,3 回塗って、はい、美しい、はい、糊を乾燥するために。あ、乾燥機、こっちは乾燥機、はい、だから火傷に注意と書いてあります、はい、2000着用、ここは乾燥機だそうです。あ、ここが今姿見して全部がくっついている状態なんで、はい、それを剥がす、はい、一冊ずつにこう割っていきます。なんか、ひたすら裂いていくんですね、はい、いや、スムーズ、早い。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。割った後も、まあ、糊がちゃんとついているかとか、こう検品して、はい。これもどれくらいやってらっしゃるんですか、この作業は。5年ぐらい。どれぐらいかかりました、もう一丁前に至る前で。2ヶ月。ああ、すごいですね。ありがとうございます。作ってくださって、すいません、お邪魔しました。で、この回転テーブルに乗っかって、はい、こう手割りしたものをこのテーブルの上に乗せて、はい、次の工程に回します。すいません、お邪魔しております。ありがとうございます。で、次の工程が仕上げ断裁といって、はい、2つつながっているものを一冊に仕上げるところです。はい、糊、はい、がはみ出た部分と真ん中の仕上げ、はい、そうですよね。さっき糊の時にちょっとはみ端っこははみ出ますよね、はい、そうですね。端っこから順番にはみ出た糊と半分に切る。綺麗。あ、そっか、赤い線が描いてたりする。あ、綺麗。してるんですか、点検。そうですね、切ったところがちょっと斜めになったりするんで、うん、それを整えているところです、ね、で、あとは、まあ、一番上が剥がれやすいんで、うん、まあ、剥がれてないかとか検品をしてます。なるほど。ここが背固めラインの最終工程になります、うんうん、はい、まあ、この一冊になるところまでが背固め工程になりまして、次はこう表紙を巻く工程がそちらになるんですけど、はい、はい、ここに表紙がありますね、はい、あそこがすごいパタパタっと折り込んであります。キュッキュッキュッ、あれ気持ちいい。ここで乗り付けて、はい、折り込んで、もうここでチェックしてるっていう、相当早いですよね。はい、あ、で、こちらで、あ、はい、できました。出来上がりです。あ、もうだから何段階
もチェックしますよね。そうですね、ここに来るまでで、はい、ここはもう1冊ずつノリがついてないかとか、はみ出してないかとか、いろんなチェックをしてます。やっぱ最後は人の目だなっていうのが分かりますね。そうですね、はい、倉前さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後のチェックは人の目なんだなってことが本当によく分かりました。ね、はい、よりあのノートを大事に使おうっていうふうに、ありがとうございます、思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。この工場で作っていただいた先ほどのノートがどんなものになったかというのはまた次の動画でお知らせをします。この後ちょっと会議室借りましたので、そちらで撮影したいと思っております。ちょっと最後手振ってもらってね。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。